中路大使時代の野村一世野村一世は、日本の元外交官、宮内庁御用係、外務省アジア対応州局中国、モンゴル第二課長の野村常成は子。愛知県名古屋市生まれ、広島県鴨茂国山戸町育ち、淡路島で少年時代を過ごした。父親は、元陸軍軍医。東京大学法学部入学後に1962年外務上旧試験に、 合格、卒業後1963年外務省に入省した。同期には、浅井はじめ文明学大教授、平林博士外務省経済協力局長ら。入省後は、ロシアンスクールに進みモスクワ、デンマークなど、ヨーロッパ諸国の大使館における、初期間及び3時間、大和局勤務を歴任する。1960年代後半には、 モスクワの日本大使館において、オワダツネと同時期に勤務していた1981年には、上智大学外国語学部の客員教授を務めている。1984年ソ連課長。1967年三木外省放送による第一回秘書外省定期協議から稽古会の日ソ協議に事務当局として参加。1986年の安倍。 シェワルナゼ会談では会談のシナリオを書いた。同年外務参事官、1987年に在アメリカ合衆国講師となり1990年のヒューストンサミットでは調整役として奔走。内閣審議官だった1991年には国連平和維持活動協力法案の国会審議で野党議員相手に一歩も引かず応戦した強気な姿が何度もテレビで放送された。 大和局長時代の1993年10月、エリツインロシア大統領来日時には、北方領土問題を盛り込んだ東京宣言の取りまとめに奔走。旧ユーゴスラビア周辺国支援など、紛争予防外交にも積極的に取り組んだ。1995年中マレーシア大使の後1999年、初の国内大使として、第二代沖縄担当大使に就任。 基地問題、2000年沖縄サミットなどに手腕を発揮した。2001年には中ドイツ大使を務め、2002年に中ロシア連邦大使に任命された。2006年4月4日、ロシア連邦大使を退任し、同月6日区内庁東グル職東グル外部に就任した。公認のロシア連邦大使は、斎藤康夫中サウジアラビア大使。2011年7月5日、 約5年3ヶ月の間勤めた、東宮大部を退任。宮内庁御用係に就任。任期は、2011年12月末まで。公認の東宮大部は前、大体史の小町教授。2012年1月、宮内庁御用係の任期が、2012年3月末まで延長となる。2015年11月、随法、重光明受賞。 2021年7月4日、肺炎のため死去。81歳没。元区内町東宮大部の野村一世市、死去。3K ニュース2021年7月4日、元区内庁東宮大部の野村一世氏死去産経ニュース2 0 2 1年7月4日元区内庁東宮大部の野村一世氏死去時事、コム。2021年7月7日閲覧。ありがとうございます。